はい、どうも、ルーでございます。マジ髪、やっていきたいと思います。はい。この前、生放送があったということで、そちらの内容を紹介したいなと思っております。ガチャは、そうね、紹介なんで、ガチャは、10連引きますか。もらったチケットと10連、もらったチケット10、UR 買って、プレミアムガチャ。このプレミアムガチャを引いていく感じにしようかな。はい。で、まず何があるか。まず、5等分の花嫁と第2期とコラボするということです。パチ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 。いや、俺、五等分の花嫁ね、ちゃんとまだ見てないんですけど、多分まあ、パチモン なんですけど、よいしょ。この、あ、見えるかな。ミクデザインのヘッドホン持っててずっと使ってたんですけど、ケーブルがねいかれてしまって、まあオスオスケーブルをね手に入れればいいんだけど、ちょっとまあ今のところはこうやって気分を上げるときにこうやってつけてやってます。はい。そんな五等分の花嫁が来るということで、すごい楽しみですね。で、まずはちょっとアップデートの内容を、ちょっとだけ、まあ、そんな多くなかったですね、話的には。ちょっと見ていきたいと思います。ほい。チームサバトっていうのが、まあ、できるようになると。今はまだできない。これいつかっていう話も特にされてなかったと思います。で、チーム同士のバトルコンテンツ。1日1回月から5土曜日まで。それぞれのチームが攻撃、防衛と分かれてバトル。うん。相手チームのライフポイント削る。1日3回バトル可能と。チームっていうのが、要はギルドだよね。ギルですよね。私、見事未加入。ということでね、そろそろ入ろうかなと思います。で、続いて、こちら。夏の大発表。DMM 版が1年半ぐらいで、もうちょっとか。で、マジカミアプリ版が、3ヶ月ぐらいかな。まあ、そんなことないか。2ヶ月ぐらい。2ヶ月目ぐらい。なので、発表があります。ドンと。ビジュアルファンブックが発売するということです。で、これには、数量限定生産だから、ちょっとまあ予約しないとちょっと怖いかなっていうところなんですけど、Amazon、エビ店、電撃屋で予約受付中。発売元は角川なんで、まあ安心かなと。で、イラスト300点。オリジナルショートストーリー。で、ファンブック限定特典で、プレミアムコードがついてると。限定 SR ドレス。ゲーム内のチャットスタンプ。UR 確定プレミアムガチャチケット。スタードリープラス20が50個。これはもう本当、どうかなっていうところですね。ちょっと調べますか。多分もう予約始まってるよね。始まってるよね。20日だから始まってるね。3080円ですね。3080円。
まあ UR 確定、SR、限定 SR ドレス、まあ、これはどこまで限定なのかはちょっとわからないですけど。俺の顔冷えてるやん。で、このスタドリ20が50個は結構いいのかなと思いますけどね。まあ、ここら辺は、皆さんがどう思ったかっていうところで、購入、ご検討いただけたらいいんじゃないですかね。税抜き3080円です。なので、3400円ぐらいかね。はい。で、ラノベにもなるらしいです。で、今制作中なんで、いつ出るとかはないみたいです。まあ、ほんとストーリーが大好きっていう人にはもう最高のアイテムですね。で、ラスト。これ実は8月16日にコラボするの開始するんですけど、そこの日に5000ジュエル配られるということで、まあ、この時点であと400ジュエル集めとけば、もう20連できちゃうということですね。なかなか素晴らしい企画でございます。俺、このゲーム、一応リリースからやってるけど、他にコラボしたりしてるかどうか知らないんですよね。だから非常にちょっと興奮しております。はい。いや、楽しみだね、マジで。というわけでね、お知らせ、あとは何かあったかな。予告でガチャ編、今日メンテナンス入るんだろうね。メンテナンス入ってないかな。メンテナンスはね、きっとね。で、18時からやるってことなんで、限定ドレス。限定ドレス、読めね。青かな？そうかな？まあ、大好きな人はね、引いていってくださいということですね。あ、メンテナンスはもう終わってんのかな？終わってんのか。タバコ人気キャラランキングとかが出てるらしいですね。はい。さて、ということでね、お知らせのお知らせということで、ガチャを引いていきたいと思います。今回はね、この前の生放送で配られたチケットもあるんで、チケットを引いていく形でいきます。まず、プレミアムガチャの10連。この目玉がドライアドヨリコ。特に書いてないね、1個ずつ。とにかく、まあ、UR が3%ってことですね。パラメーター。ああ、火ダメ50%ダウンするか。なるほどね。味方全体回復し、する。また、キャスなし。これパッシブってことか。資源型ですね。ちょっと行ってみましょう。30枚持ってる。どうなる？これ。素敵ですね。いや、スーパーレア。ゴンバルス。頑張ってくれ。
あ、出た、出た、あれ。レア、まあ、ウルトラレーンも数多いからね。サポートにもう UR で固められるようになったらいいよね。時間長くなりそうだから、この10連やったら UR 確定を1枚引きますか。どっちがいいかな。かけら専用は引けないか、まだ。こちらね、いきます。これを引いて今日の動画を終わりにします。ほっ、おっと、すごいぞ、なんか物々しい感じが。あれでもなんか持ってるような気がしないよね。持ってなかった、別の子か。読めないねこれ。何殴り。敵一体 70% の攻撃で2ターンの間回復妨害を与える。敵全体で3回攻撃し、それぞれ 35% の確率でバフ効果を1個解除する。あ、いいね。50% の確率で自分が受けるダメージを無効化。攻撃するたび 40% の確率でスタンスさせる。いいね。デバッファーって感じですね。防御って書いてある。これで UR 何体になったんだろう俺。UR が 1,2,3,4,5,6,7 ですね。だいぶ溜まってきましたね。いい感じ。これからもね、マジガミ一生懸命レベル上げたり情報とか出せたりしていけたらなと思ってます。まずチームに入るところから始めたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。ルーでした。バイ。